M-1 ボルナは、ソビート連邦が開発した、艦隊防空ミサイルシステム。NATO コードネームは s 1ゴア、s a n 1 5ア、S-125 の艦載型である。なお、ボルナとはロシア語で、波という意味。1950年代、ソ連海軍の水上艦艇は、侵入してくる西側諸国の洋上兵力を、近海において溶撃することを任務としていた。 その際、西側の強力な洋上航空兵力が重大な脅威であると予想されたことから、軽空脅威に対処する艦対空ミサイルの必要は極めて切実なものであった。この時期のソ連海軍の艦対空ミサイルシステムは、いずれも陸軍向けを艦載化回収したものであり、長距離射程の艦対空ミサイルシステムとしては、1960年の U-2 撃墜事件で有名になった S-75 を艦載化した M-2 ボールホフ M が開発されていた。しかしボールホフ M システムはかなり大掛かりなものであり、より小型で多くの艦艇に搭載できる艦隊空ミサイルシステムが求められていた。これに基づいて中距離射程の艦隊空ミサイルシステムとして開発されたのが本機である。なお、ボールホフ M は 最終的に重量課題であると判断されて量産に至らなかった。開発は1956年8月より開始され、1958年12月より地上試験に入った。過信型駆逐艦の GF-101 型ミサイル発射装置 S-75M-2 の開発中止により、ボルナシステムは ソ連海軍が初めて開発した艦隊空ミサイルシステムとなった。収益当初のボルナシステムは、ジフ -101 型ミサイル発射装置、ESP-101 型射撃式装置、V-600 型ミサイルによって構成されていた。また、1974年、内市76年には、育成無能力などを強化したボルナ、P システムも登場している。 ジフ -101 型発射装置はミサイル発射機と予備弾のタマコなどによって構成されている。ミサイル発射機はアメリカ合衆国のテディアシステムのマーク1 0 g m l s やターターシステムのマーク1 1 g m l s と同様の連装型であるが3つの軸それぞれに同様修正式のサスペンションによる安定装置が設置されており複雑な形状となっている。 2本のレールの下には、それぞれ8発のミサイルを垂直に収容するドラム型弾倉が設置されており、ジフ -10011 セットにつき16発のミサイルが収容されることになる。後には、収容弾数を倍の32発とした改良型のジフ -100 にも開発された。 V-600 型ミサイルは陸軍向けの S-125 で運用されていたものと基本的に同一のモデルである。一段目のブースターは14機のロケットモーターを束ねたものであり、ロケット燃料は合計で 280kg に及ぶ。一方、二段目のサステナーは 125kg のロケットモーター1機によって構成されている。最大射程は 15km。 最大射高は1万メートルである。ただし最低射高については、目標が射撃可能域の外縁部にあった場合は、目標速度が100から300メートル毎秒と、低速であった場合は100から150メートルであるが、目標速度が400から600メートル毎秒と、高速であった場合は200から250メートルの高度が要求される。また、百六十七年からは、 弾頭とサステナーを大型化して射撃可能域を増大させた V-601 型ミサイルも収益を開始した。サステナーのロケット燃料は1 5 0ラムに増量されており、最大射程は2 2トル、最大射高は1 4 0 0 0ルとなっている。さらに1970年代末には最低射高を3から5メートルとして、 C スキマー A の対処能力を強化した V-601M が開発された。本システムは当初、カーン型駆逐艦及び63型原子力巡洋艦向けに開発された。その後、一度は金田型巡洋艦及び62型防空系巡洋艦に変更されたものの、ニキータフル市長府第一初期は62型の計画を中止し、61型に戻すように指示した。 その後、ボルナの開発が順調に進展した結果、本来搭載艦として計画された61型に先行して完成してしまった。このことから、ソ連海軍はボルナシステムの運用試験をコトリン型駆逐艦において行うことを決定し、1960年5月から8月にかけて当時建造中だったブラビガミサイル駆逐艦回収を受け、 56K 型と呼ばれるようになった。ブラビは1961年1月より試験に入り、弾頭なしでの発射試験13回、実践的な発射試験46回を実施して、ボルナシステムの有効性を実証した。ボルナは1962年8月24日に収益し、ボルゴグラードのバーリッカド機械製作工場にて量産が開始された。 1974年8月30日に V-601 型ミサイルの事故が発生している。61型大型対戦艦オトバズニーで発射機にミサイルを装填中突然推進ロケットに点火、別のミサイルの誘爆も発生しオトバズニーは沈没した。レーダーが誘導電流を発生させ、それによりミサイルが誤動作した可能性が高いとされた。 ありがとうございます。